おい、守る。お前、いつまでこんなとこおるんや。お前、仕事しろや、仕事。帰れ、はい。畑か、お前。お前、反対側行くな、お前。畑、帰れ、畑。畑や、畑。そっちじゃない。そっちじゃない。そっちじゃない。畑、畑。はい、おい、お前。帰るぞ、お前、一緒に。お前。何お前、いつまで休暇しとんじゃないぞ、お前。多分、お前。このサーバー入るん、このワールド入るんさ、1ヶ月ぐらいぶりやけどさ、お前絶対仕事しなかったろ、お前。1ヶ月休んだったら、お前、夏休みちゃうんぞ、お前。時期的にはゴーデンウィークぞ、お前。ゴーデンウィークそんなに休みないわ、お前。舐めとんか、お前。社会人舐めとんか。あ、社会人か知らんけどさ、お前が。あ、帰れ、あ、帰れ、帰れ。何お前抵抗しとんねん、お前。何お前抵抗しとんねん、お前。こっちだろうが、畑は。畑こっちやろうが。畑、お前。ちょっと、はよ、おい。抗うな、抗うな、お前。はい、はい。素通りしとんでないって、お前。働け。働け。賃金欲しきで、働け、これ。はよ、おい。どうぞ、進め。おい、進め。進めてやんだろ。こっちじゃないわ。おい、こっちじゃない。こっちじゃない。よし。おう、そっち、そっち、こっちや。このまま行け、このまま。で、開いて。ここじゃ、ここ、お前。お前が入るもん、ここじゃ、お前。よし。よし、よし。あ、働いとけ、お前。向こう行ってるんじゃないわ。ライオンキングはもう、この前やったやろ、お前。ああ。働けって。賃金払いよ、で、こっちは。そう。あれやろう。だからもう、新入社員は、新卒者って言うは嫌いなんじゃん。寝よ。せつなけいすけよ。たそがれの森を旅するのぜ。目的は、そこで出会う者が言ってくれるだろう。健闘を祈っておるぞ。まだ声聞こえてきた、まだ聞こえてきたやん。まだ静かいやん、静かいやろ、あいつ静かいやろ、静かいやろ、もう。もう俺のベッドの周りにさ、もう、蚊取り線香とかそういう類のもん置いとこうか。顔寄ってこんかもしれんけどさ、あいつは寄ってくるかもしれん。塩置こうか、塩置こうか。塩でも巻いとこうか。もうあいつ何やねん、もうあいつ。俺の頭の中に入ってきやがって、喋りかけてきやがって。3度目やろ、今回。もう1回目、2回目は多めに見た俺でもちょっとカニ袋の俺が切れた。あっ。そう。なんか今回は黄昏の森がなんとか言おったな、もう。ようわからんけど、またこいつだろ、こいつの中入ったらどっか行くんだろ。ああ。入れって言うんだろ。なんかもうそういう展開、もう分かっと思うんだ。うん。入るよ、分かった。入りますよ。入りますから。とか言いながら、ワクワクしている刹那圭介がここにいる。ああ、ちょっと待って。入る前にちょっと、やっておきたいことがあるんやけど、やっておきたいことがあるんやけど、やっておきたいことがあるんやけどさ、俺が違う世界に行っとってもな、お前サボるなよ、お前。絶対サボるなよ、お前。賃金払いよんぞ、こっちは。お前な、社会なめんなよ。OK。じゃあもう行くわ。もう行くわ。行かないかんのだろ。なんとなくそういう気がしてきたもん。この動画の続きを見たいという方はこちらのポータルをクリックしてください。土管に入った刹那圭介の続きが見られます。たくさんの視聴をお待ちしております。黄昏るぞ。